はい、こんばんは、西粟倉村の山根です。今日もですね、G-SHOCK 関連の動画になるんですけど、僕が以前に持っていた G-SHOCK とその G-SHOCK の保管方法をちょっとお伝えしたいなと思いまして、僕もね G-SHOCK 結構好きで、一時もすごい集めてて、あのね合計ね何個、まあ、15個ぐらい持ってたんですけど、その中でねライズマンとかね、レンジマン、フロッグマン、ガルフマン、マッドマンとかね、スカイコックピットとかね、ガルフマスターとかいう、ちょっと中にはこう限定品とかもあったんですけど、それちょっと熱が冷めてほとんど売っちゃったんですけど、今もねあるのはこの以前も紹介した GWG1000 のマッドマスターっていうやつですね。これがね、これも常に今ずっとはめています。あとね、一番最初に買った G-SHOCK がもう20年前のやつでですね、これがね名前をちょっと忘れたんで、こっちにこれね、今電池がもう切れてしまってるんですけど、まだ電池を入れたらね復活するのと、この電池交換の際には防水テストとかもしてくれるので、確か2500円ぐらいはかかったと思います。電池交換だけでもね、 G-SHOCK の方に送って防水テストも行って電池交換してくれるので、ちょっとねコストは高くなりますけど、これがね DD ですね、 DW9500RL っていうねモデルなんですけども、買った時も結構安くて、まあ、5000円ぐらいかな、買って買ったんですけど、20年前ぐらいですかね、これが。ということで、これの機能はあのビートとか、あの音楽関係のこの何て言うのかな、こうビートですね、ビートをこう計測できたり、表紙ですね、こうメトロノームっていうかね、そういうのが測れる仕様になっています。まあ実際そういうのを使うことはなかったですけど、今はここのベルトがね、この以前ついていたものがもうボロボロになったので、こう盆用のベルトをつけている状態です。今2個目ですね、こう今ね 3つしか持ってないんですよ。残り2つはねもう電池切れで、電池を変えたら使えるんですけどね。これが次に買ったこのライズマンっていうやつですね。ライズマン、これもまあ電池切れ。ライズマンはいつ買ったかな、ライズマンはこれ7年ぐらい前ですかね、買って電池切れで、これはまたコードとかね、そういう山登りとかのコードが測れたりするものになります。ということでね、以前はいっぱい持ってたんですけども、全部売っちゃって、その時ですね、それでですね、その持っていた自慢はまあこれぐらいにしましてね。でもね、G-SHOCK 結構こう限定品だったりすると、こう売るとね割と高くね取ってくれるんで、あのすごいですね、すごい根強い人気というかね。それでね、保管方法なんですけど、僕がね以前ずっと保管してたのはこういう100均で売ってるこうケースですね。これもか、こういったこう蓋が閉まる、この料理作ったりする時のもんですかね、こういうのをその G-SHOCK に合わせて購入、100均で買えますんで、これをもう自分の持ってるこう G-SHOCK の数だけ買っていただいて、こういうのね買っていただいて、それでですね、この必殺技がこうね、これ靴用でも何でもいいんですけど、乾燥剤ですね、乾燥剤を
どういうふうに知りましょうかね。まず、これの G ショックをここに入れて、この乾燥剤もここに一緒に入れて、こうやって保管するんですよ。これなぜこういうことするかというと、今のバンドはどうかちょっとわからないんですけど、こう古いモデルとかになると、あのバンドがね、こういう樹脂でできているので、年月が経つと加水分解って言って、あの空気とか、そういう空気中に含まれる水分とか、そういう影響もあってね、この樹脂、この樹脂ベルトが結構ボロボロになってくるんですよ。それを防ぐために、空気に触れさせないようにこういったケースに入れてしまっておくと長持ちするっていうことですね。それとたまに、まあ常にこうしてる場合は大丈夫と思うんですけど、長い間保管しておくときなんかは、あのこういうふうにする前に、このベルトにですね、あのアーマーオールっていうかね、こう自動車のタイヤの縁にこう塗るこのオイルがあるじゃないですか。あれをちょっと手に取ってこう塗り込んで、それでケースに入れて保管すると、そしたら結構加水分解っていうね、現象が起こりにくくなりますので、ぜひとも G ショック好きな方はこういうふうに保管していただくことをお勧めします。ということで、 G ショックかっこいいですねということで、またね、G ショック関係でお伝えできることがありましたら放送したいと思いますので、よろしくお願いします。では失礼します。